セメントターミナル株式会社は、セメント輸送用カ社と全国5カ所のセメント貯蔵施設を所有し、工場から貯蔵施設までセメントを輸送している日本の株式会社である。日本国有鉄道が推進していた物資別適合輸送の一環として、国鉄とセメントメーカーの出資によって設立された。1965年に始まった国鉄の 第三次長期計画の柱の一つが貨物輸送の近代化であった。この計画に基づいて大量かつ計画的に出荷される物資の物資別適合輸送が推進された。そのセメントへの適用として1965年8月東京セメント運輸株式会社の手によって隅田川駅に到着基地が開かれた。これはセメントメーカー各社が 独自の基地を持つ無駄を改めるため各社が共同利用する施設であった。東京セメント運輸はセメントメーカーのみの出資で設立された会社であった。当時の日本国有鉄道法ではこの種の会社に国鉄が出資することは認められていなかった。しかし、1966年6月に日本国有鉄道法施行令が改正され、石油、 セメントなどの積み下ろし施設や荷さばき施設への出資が認められることとなったため、国鉄とセメントメーカー各社の接班出資によって、セメントターミナル株式会社が設立された。セメントターミナル所有の滝1900かつては、バラ2のセメント専用の私有化車として、単力3号の車体の滝1900系タンク車を所有していた。セメント貯蔵施設を備えた。 営業所は全国に5カ所ある。すべての営業所が JR の駅に隣接している。かつて営業所には多岐1900型などでセメントを入荷していたが、現在ではタンク車による入荷は行われていない。ありがとうございます。